ソータさんにはこちらありがとうございます。冷凍保存の巨大麦わら帽子が古代兵器でウラヌス。麦わら帽子に見えなくもねえ、あるか。ちょっと三角だからね。うわ、見えなくもねえな、麦わら帽子に。雲に隠れてるみたいなね、ちょっと三角に見えるのは実は丸みあるみたいなね。 UFO だよな完全に、これ影だけは。エネルの壁画のあれがウラヌスとかっていうことになるのか。エネルが見つけた古代都市ビルか、そこにも麦わら帽子っぽいのが反対ですけどね、描かれていくと。壁画を反対にすると見えてくるものみたいなことが完全に機械なんだよね。古代壁っぽいは古代壁っぽいよな。月の壁画ももう一回この知識を持ってもう一回くまなくチェックしたいね。エネルがなんでマクシムを作れるかは月から伝わってできてたものなのかな。麦わら帽子の仕掛けも1話からもうずーっと麦わら帽子に関してはなんか意味があるだろうっていうね。ただの大切な麦わら帽子っていう可能性ももちろんあるんですけど、それが一気にこれちょっとただごとじゃねえぞって思うきっかけになったのが、この方も言ってる冷凍保存された麦わら帽子。なんで敵側の、しかも空の玉座に座る世界の王なんていうイム様がなんで麦わら帽子を大切に保管しているかのようなことになってんのかっていうのがね、長年考察されておりましたが、これ麦わら帽子ってただの帽子じゃなくて何らかの意味あるぞっていうね。で、それをさらに拍車をかけていったのがフィルムレッドの流れと、公開される直前に出たシャンクスが幼少期のルフィに麦わら帽子を指さして説明してたとかっていうのがあるんで、あとはそのレッドの中でこれシャンクスの麦わら帽子って言って描いた絵っていうのがもうあまりにも不自然すぎるというかね。これもだから小田先生のデザインっていうかね、歌の手についているこれは新時代のマークです。説明がめっちゃ細かくあるんだよね。なんかどでかい仕掛けがあるんじゃないかが濃厚になったんじゃないかという話はこのチャンネルではさせていただいておりますが、麦わら帽子のあの冷凍保存がやっぱりウラヌスなのかみたいな、それあんのかな。変な生物とか変形するとかなんかそういうぶっ飛びの話になってくるけど、ゼロではないし、月の古代壁画にも麦わら帽子っぽいのは描かれているし、プラス今見たシルエットの形、麦わら帽子に近くないわけじゃないとかね、遠からずっていう感じはするんで、可能性は全然あるっていうね。単純にジョイボーイが被ってた、あれはジョイボーイが被ってた麦わら帽子もかなりすっきりはするんだよね。だからこそそれをあのタイミングでイム様がもう一回確認して見に来たみたいなね。冷凍保存の麦わら帽子があるからイム様がやっぱり五老星にとっては味方側というかね、ジョイボーイの仲間側というか、800年前に当時ジョイボーイが被ってた麦わら帽子を形が崩れないように冷凍保存して隠し持ってるというかね。だからこそジョイボーイ側というか味方側っていう考察はされてきたんですけど、あれがウラヌスだとしたらもう怖いよね。黒ひげとルフィと白星の写真を刻んで、写真にドーンって剣突き立てて、ビビの写真だけは持っているみたいなね。なんかこの辺じゃないですか。ただ消すべき灯火が誰であろうと、消すべき灯火って多分あの4人の中の誰かだと思うんですけど、ビビ、白星、黒ひげ、ルフィのどれかだと思うんですけど、この消すべき灯火に対して今回の攻撃はしてないよね。だとしたらアラバスタにすれば良いし、魚人島にはできないけど真下だから。どう考えればいいんだろうな。消すべき灯火に対して攻撃をしたと今回の考えるか、これはそれでもう終わったことというかね。消すべき灯火を過去のものとするなら、あの4人のうちの誰かが死んだことになるんだけどな。死んだとか危険なことにね。だとしたら余計ビビが不安になってくる。消すべき灯火の話と今回のルルシア王国の滅亡、これの因果関係が知りたい。全く関係がないことなのか、ちょっとあるのかとかね。で、歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうかみたいな五老星の発言だったんですけど、文脈とか今回の1060話のこととかいろいろ考えると、消すべき灯火をイム様がまた決めますと。決めた国は地図上にバツつけられて、今回の攻撃みたいに滅ぼされるみたいな。で、また数十年経ったら、消すべき灯火お決まりですか、今回はどこですかみたいな、誰ですかみたいなさ、それを繰り返している感はなんかちょっとあるじゃないですか。90巻に描かれたレベリ編で消すべき灯火っていうのはルフィか黒ひげか白星かビビだったんで、そう考えるとあの時もやって今回もルルシア王国としてやったのかとかね。それから消すべき灯火とウラヌスの発動は関係ないものとした方がいいのかとか、その辺もちょっと考える余地があるところ。オハラにあれを使わなかった理由、これだな。これも本当に謎。オハラの文脈は完全に滅ぼしたくなかったのか、単純にその小田先生の都合というかね、ああいう人間ドラマを描くために、あれだったらもうロビンも全員死んでるもんね。絶対それの方がいいんだよね。小田先生の初期構想にウラヌスとかの攻撃があるんだとしたら、オハラにバスターコール云々とか回りくどいことじゃなくて、絶対に消さなきゃ。あ、そうか、オハラが知りすぎたことが分かったのは、五老星と会話
話をしてからなんだよな。単純にポーネグリフお前ら解読してるんだろって疑いでバスターコールをかけようとしてた。でそこまでたどり着かれていると分かったことはバスターコールをかける直前ぐらいなんだよね。あそこでね、五老星と対談させろっつって、あいつら真実までたどり着いてますよイム様、消すべきではありませんかっつったら、あのウラヌスの攻撃来るかもしれないけど、ただ歴史を調べてるなんかうざったい研究者たちがいるようなんです。小原の学者っていう一人は有名な世界の権威クローバー博士なんです。調べさせます、中止させます、バスターコールから始めたみたいな、ね、で普通に全員射殺とかして終わらせようと思ったんだけど、対談しろって言われて、思った以上に真実にたどり着かれてるから、そこでウラヌスがなんで発動しなかったのか、できなかったのか、であるいはもうバスターコール直前まで来てるし、海軍の中将ももう射程内に入っちゃってるから、さすがに政府としても被害が大きいから、ここでウラヌス発動よりもそのまま当初の予定通りバスターコール発動でいいだろうみたいなね、一応筋は通ってる考え方、見せしめ感は普通にウラヌスのクールタイムじゃね。うわーなるほど、こういうパターンもある。どこかを攻撃して滅ぼした直後、何年に一発しか発動できないとか、そういうことなのかな。数日に一発とかね、数ヶ月に一発とか。使用制限あるなら今使うのもったいない。今めちゃめちゃ楽しいな。これチャット欄見てるだけでずっと楽しいわ。みんなの想像とか。YWO さん、ありがとうございます。ルフィの夢の果ての話からこの話の流れになるのは、ルフィの夢とこの攻撃が真逆の出来事として描かれている。国一つを地図から消すような攻撃の対比となると、すべての国を一つにすることで、すべての人を自由にするのが夢の果て。うわ、この人の考えわかるわ。一つの物語に全く関係ないものが配置されているようなストーリーでも、それがめちゃめちゃ意味があるというかね、対比になってるとか、そういう感じの描かれ方をすることはワンピースにはあることなんで、こういうパターンもなぁ、島一つ跡形もなく消すの対比、この人の可能性もあるんですけど、もちろんこの攻撃そのものがルフィの夢の果ての対比になってるっていうのもあるんですけど、私の中ではこの世界政府っていう強大な力を持ったこの組織がそもそも青色の星の元凶であって、ルフィの夢の果ての反対側の力というかね、それが濃厚になって感覚はありますよね。それをこう強調させるために世界政府の力を描いたみたいな、ルフィが夢を実現させるためにはどんな敵が立ちはだかるんだみたいなね。ってなると、ここに黒ひげじゃなくて世界政府の強大さがルフィの夢の果てとセットで描かれたってことは、やっぱりラスボス黒ひげじゃなく世界政府なのかみたいなね。で、黒ひげとは何らかの形で共闘する流れになるのかとかね、ドラゴンボールオマージュみたいなところで言うと、ドラゴンボールの最終回って最後どうなるかっていうと、魔人ブーに対して悟空とベジータとミスターサタンそれぞれ協力をしながら活躍をしながら倒していくみたいな物語なんですけど、それ考えるとルフィ黒ひげバギーみたいなね、それがこの凶悪な強大な世界政府を滅ぼすっていう流れになっていくのか。でゼハハハ、お前が海賊王だ麦わらみたいなね、激アツのセリフが例えばあって、ルフィが世界政府を落として、なんだかわかんないけどバギーが世界を救うことになってたみたいなね、そうだったら熱いなというね。撃たなきゃいけないこの敵って黒ひげとかと最終バトルになるんじゃなくて、やっぱり世界政府なのかみたいなね。いやどうなるんだろうな最後これ。ラスボスは強ければ強いほどいいし、もうそのカイドウ&ビッグマムの海賊同盟みたいなのを、それを乗り越えた最強の海賊団みたいに今なっちゃってるんで、そう考えるとどうなのかっていうね。いや小田先生の描き方すげえな。カイドウ倒した時はもうなんかフィザルも杯も相手になんないでしょうって思ったんだよな俺。ニカのふざけた力って何食らっても逆描写で全部かわされるみたいな、目ん玉飛び出して終わるみたいなさ。でバズラングガンでしょ、誰も勝てねえじゃんって思ったけど、やっぱいい感じで、すごい感じで書いてくるな。やっぱやっぱり小田先生、セラヒムからのこれだもんな。絶望だよね。だからね、敵の強大さが遺憾なく描かれていると。あちりでございます本当に。さあどうなるのかっていうね、ラスボスはやっぱりイムなのか。